アッチソントピカンド、サンタフェ鉄道。アッチソントピカンド、サンタフェ鉄道。アッチソントピカンド、サンタフェ鉄道。報告記号は、アッツフはアメリカ合衆国にかつて存在した大きな鉄道会社である。略称は、サンタフェ鉄道。会社は1859年2月に最初に路線特許を得た。この鉄道会社の名前には、 ニューメキシコ州の州都であるサンタフェが含まれているが、周辺の地形が線路を敷くにはあまりに険しかったこともあり、鉄道の本線がサンタフェを通過することは一度もなかった。サンタフェは結局ラミーからの視線によって鉄道が通った。線路はカンザス州とコロラド州の宗教2873年に到達し、プエブロ2876年に到達した。 鉄道の収益性を改善するために、サンタフェ鉄道は不動産事務所を設立し、議会によって与えられた土地供与の権利で取得した土地を農場用に売却した。こうした農場がサンタフェ鉄道を利用する貨物と旅客の需要を生み出すことになった。サンタフェ鉄道はいつも革新を実現する会社でインターモーダル輸送の開拓者の一つでもあり、一時期は サンフランシスコ湾を運行する鉄道連絡船、鉄道橋家や短期間であるが、サンタフェ海ウェイという航空会社も保有していた。バスにより、鉄道で行けない場所にも旅客輸送を提供し、また、サンフランシスコ湾の連絡船により西へ向かう旅行を太平洋まで到達させることができた。サンタフェ鉄道は公式には1996年12月31日に、 運営を終了し、バーリントンノーザン鉄道と合併して、バーリントンノーザンサンタフェ鉄道、2005年に解消して、BNSF 鉄道となった。以降、本文中で、アッチソンとピカーンド、サンタフェ鉄道を指す際は、混同の可能性のない限り、サンタフェ鉄道の略称で表記する。鉄道の普設特許はが独力で1859年1月に申請し、 カンザス準州の知事により、アッチソントピカ鉄道会社として、カンザス州トピカからサンフェイまで、そしてメキシコ湾に至る鉄道を建設する目的で、同年2月11日に承認された。当初の東側の終点は、トピカのわずかに北東にあるであり、そこから名前が付けられている。カンザス準州が、州に昇格した2年後の1863年5月3日に、 創業者の野望をよりよく表現するアッチソン・トピカサンタフェ鉄道と解消した。鉄道は1868年10月30日にトピカで寄港され西へ向かって建設を開始した。初期の建設事業の中にはカンザス川を横断する工事などがあった。最初の大陸横断鉄道が開通するまで1。 1>, 1ヶ月もない1869年4月26日に最初の区間が開通し、トッピカとの間を特別列車が運行された。この距離はわずか6マイル、約10キロメートルに過ぎなかったが、このわかるさクリークピクニックスペシャルと名付けられた特別列車は、ポーリンでの祝賀会場への旅客を運んだ。建設部隊はさらに西へと建設工事を続け、 1872年9月5日に、ドッジシティに到達した。この建設により、サンタフェ鉄道はと、家畜輸送をめぐって競争できるようになった。建設はさらに続けられ、トピカからカンザス州とコロラド州の宗教までの最後の区間を1873年12月23日に開通させた。コロラド州のプエブロには1876年3月1日に到達した。 プエブロへ到達したことで、コロラドから石炭を東へ向けて輸送できるようになり、多くの新しい貨物輸送需要を獲得することになった。カンザス州から東部コロラド州にかけての建設は、技術的には単純であった。その後さらに西へ建設を進めた際に、直面したような巨大な自然の障害がなかったからである。しかし、地域の人口密度があまりに低かったために、 経済的にはほとんど成り立たないことになった。この問題に取り組むために、サンタフェ鉄道はこの地域に不動産事務所を設立し、1863年にアメリカ合衆国議会によって鉄道に供与された土地に対する植民を精力的に推し進めた。西部に土地の調査に行く人であれば、誰に対してでも鉄道会社は割引運賃を提供した。もしその人が、 結果的に土地を購入すれば、運賃は土地の代金に充当することになっていた。サンタフェ鉄道は平原を横断して、鉄道を建設してきて、また収入をもたらしてくれる顧客基盤を形成し、ロッキー山脈を越える険しい地形へ次なる関心を向けた。は、コロラド州の鉱山地帯の中でも最も生産性の高い場所であった。 この地域での工業は1859年に始まり、最初は金を目的とし、20年ほど経ってからは銀を目的としたものになった。社長のとともに数名の取締役は、コロラド州及びニューメキシコ州北部の鉱山の町に、食料、装備、その他の補給物資を輸送する需要に対して、投資しようとした。これを受けて、サンタフェ鉄道は1877年から、プエブロから、 アーカンザス側に沿って、そしてに沿って西へと延長しようとした。ロイヤルゴージは、サンタフェ鉄道とデンバーリオグランで、ウェスタン鉄道の双方が通過するにはあまりに狭く、アーカンザス側に沿うボトルネックとなっており、そしてこれ以外には、サウスパーク地区にたどり着ける合理的な方法がなかった。このため、この峡谷を抜ける線路を建設する競争が始まった。 物理的な対決は2社の間で2年に及ぶ低レベルゲリラ闘争となり、後にロイヤルゴージ鉄道戦争として知られることになった。連邦政府がこれに介入して1880年2月2日に時短となり、通称ボストン条約と呼ばれる協定を結んだ。この協定では、デンバーリオグランでウェスタン鉄道が路線を開通させることが認められ、その路線を サンタフェ鉄道が使用できるように貸し出すことになった。またデンバーリオグランデウェスタン鉄道は推定140万ドルをサンタフェ鉄道に対して強国内で既に建設した物代金として支払い、またサンタフェへは延伸しないこと。一方でサンタフェ鉄道がデンバー及びレッドビルへの計画路線を先に建設することで合意された。また南部へも視野に入れ、 ラトン峠を確保するために当初の2万ドルの出費がトリニダードから南への線路を建設するために1978年2月26日に承認された。この事業の成功にとって路線の位置は実際の路線建設と並んで極めて重要であった。かつてデンバーリオグランデウェスタン鉄道の土木技術者であった WR レイ・モーリーは1877年にサンタフェ鉄道に雇われ、最初の仕事として、峠を越える経路を密かに調査することを命じられた。この地域での活動が、デンバーリオグランデウェスタン鉄道に峠を越える路線を先に建設されることにつながるのではないかと恐れられていたのである。これに加えてストロングはサザンパシフィック鉄道が、 サンタフェ鉄道のニューメキシコ州への侵入を防ぐための法案を準備していることを知っていた。これにくじけずにストロングはニューメキシコサザンパシフィック鉄道に対する路線特許を取得すると、直ちにラトン峠に A ロビンソンを送った。1878年の2月から12月にかけて作業員はからラトンまでの区間の建設に格闘し、12月7日に 最初のサンタフェ鉄道の列車がニューメキシコ州に入り、ロッキー山脈を超える路線の建設は、それに関わる物資補給の問題から父として難しかった。場合によっては競合者との武装闘争も発生した。コロラド州やニューメキシコ州においては、デンバーリオグランデウェスタン鉄道と、そしてラトン峠を制した後は、 アリゾナ州やカリフォルニア州においてサザンパシフィック鉄道構想があった。サザンパシフィック鉄道とサンタフェ鉄道の子会社であるの間で1883年9月にカリフォルニア州で繰り広げられた線路の交差をめぐって繰り広げられる争いに代表される。しかしこの鉄道とライバル鉄道の問題は小ゼリアへの域をはるかに超えた。1880年代末。 サンタフェ鉄道で働いてきて会長へと上り詰めたは、次第に健康が衰えつつあった。1899年には、会長の継承問題への世間の関心と密接に、リンクしていた株価は1株あたり140ドルほどから20ドルほどまで落ち込んだ。マグーンの健康は、株価と共に衰え続け、1893年12月20日に亡くなった。 サンタフェ鉄道はその3日後、12月23日に倒産し、ジョゼフ・ウィルソンが破産管財人として指名入れた。ユニオンパシフィック鉄道もまたライバルであったが、サザンパシフィック鉄道ほどではなかった。ユニオンパシフィック鉄道もまた西部において鉄道網を拡張しており、ロッキー山脈の北部に路線を持っていた。西海岸までの路線を完成させて、 1886年には、ストロングは、他の事業拡大の機会を探し始めた。財務的な問題を抱えていた、テキサス州にほぼ700マイル、約1100キロメートルの路線を持っていたがこの機会を提供した。ガルフコロラドサンタフェ鉄道は合併契約の一環として、フォートワースから当時アッチソントピカサンタフェ鉄の線路が伸びてきていたインディアンン州のまで、 171マイル、約275キロメートルの路線を建設することを求めた。この接続路線は完成し、合併は1887年4月27日に公式に実行された。最終的に1965年にアッチソン・トピカサンタフェ鉄道に直接吸収されるまで、ガルフ・コロラドサンタフェ鉄道は完全子会社として運行を続け、 九州合併された時点で約1800マイル、約2900キロメートルの路線を運行していた。鉄道の規模に関する1870年と1945年時点での比較で、この間に鉄道がどの程度成長したのかがわかる。サザンパシフィック・サンタフェ鉄道は1983年12月12日に発表された。 サザンパシフィック鉄道とアッチソントピカサンタフ鉄道の親会社同士の合併提案である。この合併の一環としてサンタフェインダストリーズとサザンパシフィックトランスポーテーションが所有するすべての鉄道、非鉄道資産は持ち株会のサンタフェ、サザンパシフィックコーポレーションの所有とされることになっていた。この合併はあまりに多くの重複した路線ができるという観点から 仲裁通商委員会によって却下された。両者は合併が認可されることに自信を持っていたため、すでに機関車や事業用車を新しい統一された塗装に塗り替え始めていた。仲裁通商委員会によって却下された後、鉄道ファンは SPSF は本当はそんなに早く塗り替えるべきではなかったの略であったとジョークを飛ばした。合併却下により、 サザンパシフィック鉄道は売却されたが、カリフォルニア州における不動産所有は新しいに統合され、カリフォルニア州最大の民間土地保有者となった。しばらく後にカテラスはユニオンパシフィック鉄道のロサンゼルスのユニオン駅への持ち分を買収した。実際に塗り替えが完了しなかった塗装はコダクロームと称される。1995年9月21日、 アッチソン・トピカーンド、サンタフェ鉄道は、バーリントン・ノーザン鉄道と合併して、バーリントン・ノーザン・サンタフェ鉄道となった。2社の合併に伴う作業としては、共通の運行管理システムの確立や、サンタフェ鉄道側の引組合員運行指令員の組合加入、そしてサンタフェ鉄道の列車識別コードを全線で採用することなどがあった。このため、 両社は1996年12月31日まで、それぞれ独自に運行されていた。合併した鉄道は現在では、BNSF 鉄道となっている。サンタフェ鉄道の歴代社長を一家に示す。サンタフェ鉄道は、20世紀前半の時期に、旅客列車の運行で広く知られていた。旅客輸送において、多くの革新を実現し、と呼ばれる展望車を連結した。 スーパーチーフ、1951年に導入された際には、シカゴとロサンゼルスの間で、唯一のドームカーと宣伝されたや、ビッグドームと呼ばれる、ラウンジカーや2階建て車両のハイレベルカーを1954年から連結したエルキャピタンなどがある。ノーザンパシフィック鉄道や、ユニオンパシフィック鉄道などに続いて、1891年に食車の連結を開始して、 食堂車を導入した初期の鉄道でもある。サンタフェ鉄道における食事は、車上の食堂車でも、鉄道網の沿線に戦略的に配置されたフレッド・ハービカンパニーのレストラン、ハービハウス、ハーベイ・ハウスであっても、印象的な体験であった。一般的に同じ名前の列車が上下双方向に運行されていた。この例外としては、同じ区間を走るが東向きには、 シカゴアン、西向きにはカンザスシティアンと名付けられた例やイースタンエクスプレスとウェストテキサスエクスプレスの例がある。シカゴに到着するアッチソン・トピカサンタフェ鉄道の列車は全てに発着した。ロサンゼルスに到着する列車はユニオン駅が開業する1939年5月までに発着した。小さな集落への営業に対しては 機動車による運行をよく行っていた。またサンタフェトレイルウェイズバスによってそれ以外の地域へのバスの営業も行っていた。こうした列車には普通は、名前が付けられておらず、列車番号で区別されていた。こうしたあらゆる地域への旅客営業から、1946年にアカデミー一家局賞を受賞したという歌が生まれた。この歌は1945年に映画。 のために書かれたもので、フレッド・ハービー・カンパニーのレストランで働くウェイトレスについての話である。映画では、ジュディ・ガーランドが歌い、他にも、ビング・クロスビーなど多くの歌手が歌った。1970年代には、アッチソン・トピカサンタフェ鉄道自体が、クロスビーの歌った、この曲をコーシャルに使用した。アッチソン・トピカサンタフェ鉄道は、 以下のような定期列車を運行していた。時折、特別列車を貸し切って、サンタフェ鉄道の線路上を運行されることがあった。こうした、特別列車は、定期の営業列車の一部ではなく、一回だけ、そして通常は、片道だけの運行であった。有名なものをいくつか以下に示す。サンタフェ鉄道は、多くの種類にわたる、多数の蒸気機関車を運行していたが、 その中でも有名なのが1903年に、ボールドウィンドコモティブワークスによって製造された、車軸配置2から10から2のサンフェ型である。車軸配置2から10から2の機関車以外にも、実用化されたほとんど全ての型の蒸気機関車を運用していた。4から4から2、アトランティック、2から6から0、モーガル、2から8から0、コンソリデーション、2から8から2、ミカド、 2から10から0、デカポット、2から6から2、プレーリー、4から8から4、ノーザン、4から6から4、ハドソン、4から6から2、パシフィック、4から8から2、マウンテン、2から8から4、バークシャー、2から10から4、サンタフェなどである。また大型の間接式機関車も運用しており、2から6から6から2、2から8から8から0、2から10から10から2、 2から8から8から2、さらに珍しい4から6から6から2のマレー式機関車もあった。BNSF 鉄道では会社の宣伝目的で時折蒸気機関車が牽引する旅客列車を運転することがあり、1927年にボールドウィンロコモティブワークスが納入してサンバーナーにの王拠点として運していた。 サンタフェ鉄道のノーザン型蒸気機関車3751号が使われている。より新しく1944年ボールドインロコモティブワークス製でアルバカーキに配置されていた2926号はニューメキシコ蒸気機関車鉄道歴史協会の手で復元中であり2000年以来55000万,万アワーと70万ドルの寄付による資金を費やしている。復元が完了すれば 2007年8月以来、ニューメキシコ州が所有しているアルバカーキラ・トンカンの243マイルに、及ぶかつてのサンタフェ鉄道の本線を定期的に、観光用旅客列車を牽引することが期待入れている。サンタフェ鉄道で最初の旅客用電気式ディーゼル機関車は、1936年にスーパーチーフの運用に投入され、EMC 製の1800馬力ディーゼル機関車の、 組み合わせで構成され、ロードナンバーが1号と 1A 号とされた。側面と端面の上部は金色に、下部は暗いオリーブグリーンに塗装された。またオリーブのストライプが側面に回され、全部ではその帯が広くなっていた。側面を固めているのは金属製のインディアンヘッドのロゴマークプレートで、1926年のチーフのロゴマークに由来している。 スーパーチーフという文字が美しく描かれていた。また天井は明るいグレーで赤のピンストライプで縁取られていた。この独特の色の組み合わせはゴールデンオリーブ塗装と称される。運用に入る前にスターリング・マクドナルド率いるゼネラルモーターズのスタイリング部隊はその外観を引き立てるために側面と端面に赤と青のストライプを付け加えた。それから一年少し。 あと、新しい改良をされた、流線系の EMCE1 型ディーゼル機関車が、スーパーチーフや、その他の旅客列車の経引につき、ゼネラルモーターズのリーランドニッカーボッカー率いる、美術色彩部門によってデザインされた、今では、ウォーボンネット塗装として知られる、光り輝く塗装とした。この設計は1937年11月9日に、 アメリカ合衆国の特許 D106,920 号として成立した。そのデザインはインディアンの儀式用の頭飾りを思い起こさせるものである。この塗装パターンは車体全部の赤いボンネットと黄色いストライプと黒のピンストライプの縁取りで構成されている。ボンネットの長さは機関車の形式によって異なっており、車体の形状と長さによって概ね決定されている。 車体の残りは銀色に塗装されているか、ステンレス鋼のパネルで構成されている。すべての機関車は、形式によって違いはあるが、先頭部分に細長い黄色の、サークルクロスのエンブレムと、先頭から側面にかけてのタブ状の飾りを組み合わせて、黒のピンストライでアクセントを入れた構成となっていた。サンタ FE という文字が黒で、クロスの水平部分に R デコ様式のレタリングで、 入れられていた。このエンブレムは、その類似性から、シガーバンドとして知られるようになった。デモンストレーション用に運行された車両を除けば、U28CG、U30CG、FP45 のすべての車両は、3本からなる木と、黒のストライプが、バンドの後ろに描かれていた。生地、赤い4分円に黒い縁取りをした、サークルクロスのモチーフは、 E1、e、型の機関車の納入時に、側面窓の周りに描かれていた。同様のデザインが E3 型、E6 型、DL109、110などに適用され、その後 1A も改造され、塗り直された。機関車の側面には、典型的には、3体 FE の文字が5インチか9インチの高さで、鉄道ローマンシを使って黒で描かれ、またインディアンヘッドのロゴが描かれていたが、 いくつか有名な例外もあった。後年、電気式、ガソリンカーのドゥードルバグにも塗装パターンを適用した。サンタフェ鉄道の旅客機関車のすべてに標準適用されたウォーボンネット塗装は、鉄道産業の中でも最もよく知られたコーポレートロゴであると考えられている。アムトラックになってからの初期の頃には、 引き続き旅客列車牽引に関わっている機関車の赤いボンネットを色あるいは脳性で塗り替える計画を推進していたことがあり、これはもはや旅客輸送事業者としてのイメージを反映したくないからであった。1935年から1960年までの間、入れ替え機関車は黒に塗られ、薄い白か銀の水平なストライプがアクセントに加えられていた。 標準の青と白のサンタフェのロゴとともに、側面中央に小さな字で AT&S カイ描かれていた。第二次世界大戦後、斜めの白、または銀のストライプがタンブと運転台側面に、踏切での視認性を良くするために書き加えられ、ゼブラストライプ塗装と呼ばれた。AT&S カイの文字は、側面のアクセントストライプのすぐ上に描かれ、 青と白のサンタフェボックスロゴがそばに描かれていた。アメリカの砂漠地帯には豊富な水資源を変えていたため、サンタフェ鉄道は、エンド FT 型など流線系のディーゼル機関車を貨物運用に大量に使用した最初の鉄道会社となった。1 9四十年十二月から1四十三年三月までの間に納入された百号から百十九号までの FT 型最初のグループでは、 濃い青に薄い木のストライプを全部と運転台の周り、側面のエンジン用開口部のメッシュと骨組みに塗り、薄い赤いストライプが青と木のエリアを隔てる塗装になっていた。電気式ディーゼル機関車でも全ての運転台に機関士を乗せるべきだと主張する機関士 UI 組合との労働争議のため、FT 型の101号から105号までは他の FT 型の ABBA の構成ではなく、 A, B, B, B の構成で納入された。サンタ FE のロゴマークは、木で5インチの高さで引き伸ばされた書体で描かれており、また、サンタフェのボックスロゴも、全部中央に描かれていた。当初は、ボックスロゴは、青い十字と円と四角が、正銅の板に描かれていたが、しかし後に、鋼鉄の板に変更された。三本の細い薄い木の帯、猫の髭と称されるが、 全部のロゴから運転台の側面に引き回れている。1951年1月に3本の金色のストライプが全部に回され、旅客用機関車に適用されたのと似た大きさと型の青と木のシュガーバンドが描かれたものに変更された。青の背景に引き伸ばされた木の3体 FE のレタリングは維持された。 1960年から1972年までは、飛流線形の貨物用機関車は、ビルボード、広告看板塗装と呼ばれるものになり、車体のほとんどが濃い青で塗られ、端部とピンストライプの飾りが黄色で塗られていい。サンタフェの文字は、木の大きなクーパーブラックフォントで、機関車の側面に、アクセントのストライプの下に描かれた。 1972年から1996年まで、さらに BNSF 鉄道の時代になってからも、イエローボンネット塗装として知られる、新しい塗装パターンを採用した。かつてのオーボンネット塗装に似た黄色い機関車で、やはり踏切における高い視認性を確保する、ものであった。かつては黒く塗られていた走り装置は、銀で塗られるようになった。 1989年6月、サンタフェ鉄道は、ウォーボンネット塗装を復活し、エンド FP45 型2両、5992号5998号に改良された形で適用した。サンタフェロゴは大きなビルボードスタイルで側面に赤い文字で描かれた。この2両は101号と102号に改版され、1989年7月4日に、新しい、 スーパーフリートとして最終駅した。サンタフェ鉄道で貨物用機関車がこれほど飾られたのは初めてであった。FP45 型の残りの6両はそれ、移行同様に塗り直され、改版された。これ以降、新しい機関車は赤と金に塗られ、バーリントンノーザンサンタフェ鉄道となった、合併以降も多くがこれを維持した。中には、BNSF と側面に表示したものもある。 スーパーフリーと用車両の初期の納入では、エンド g p 六十、GE 男子八から四十 b w などを受領し、アメリカの一級鉄道の中では、唯一新しい四軸貨物機関車で、ノースアメリカンセーフティー基部を搭載したものを運行している。これらの機関車は高速インターモーダル輸送用に使用することを計画しているが、アッチソンとピカンド、サンタフェ鉄道の最後の時期には、 一般運用や専運用に用いられていることもあった。ディーゼル機関車になってからの間に、いくつかの実験的、記念用の塗装パターンがあった。一つは、1984年にアッチソントピカサンタフェ鉄道とサザンパシフィック鉄道の親会同士が合併することを予定して開発され、一部で適用されたものであった。赤、黄、黒の塗装で大きな赤い文字で側面に、 SF と描かれた、提案されていた、サザンパシフィック、サンタフェ鉄道の塗装は、コダックから発売されていた、フィルム、コダクロームの箱に似ていたことから、コダクローム塗装と、鉄道ファンに呼ばれた。鉄道ファンの間でよく言われたジョークとしては、SPSF は、そんなに早く塗り替えるべきではなかったの略であるという、ものがある。仲裁通商委員会によって、 その後合併は認可されなかったものの、この塗装を施された機関車はまだ時折リ,リースなどで見ることができる。アッチソンとピカーンド、サンタフェ鉄道は、リッチモンドとサンフランシスコを会場で連絡するために、サンパブロ、サンペドロ、オーシャンウェーブの3隻の連絡船を運航していた。これらの船は、 サンフランシスコフェリーターミナルと自社のポイントリッチモンドターミナルの間8マイルをサンフランシスコ湾を横断して運行されていた。これらはエンジェルやセイトなどの旅客列車の接続としても元々は運行されていたものであった。大きな型のサンパブロ及びサンペドロの2隻はフレッド・ハービー・カンパニーの教職設備も備えていた。ライバルのサザンパシフィック鉄道は 世界最大のフェリー船体を保有しており、最大時期で年間4000万人の旅客と6000万台の自動車を43隻の船で輸送していた。サンタフェ鉄道は1933年に世界恐慌の影響で連絡船の運行を打ち切り、自社の列車をオークランドのサザンパシフィック鉄道のフェリーターミナルへと運行するようになった。 サンフランシスコ・オークランド・ベイ・ブリッジが1936年に開通し、サザンパシフィック鉄道の連絡線にも次第に衰えが見え始め、1958年頃に最終的に打ち切られた。1938年からは、サンタフェ鉄道の列車は、オークランド・エメリービルのサンパブロ通り近くまで走るようになり、そこから橋を渡るバスでサンフランシスコへ連絡するようになった。 1946年に作家のアインランドは大きな鉄道会社を舞台とする小説、肩をすくめるアトラスの調査の一環としてサンタフェ鉄道の社長の助手を務めていたリー・ライルズと面会した。彼女の死後残された覚書をもとに1997年に出版されたジャーナルズ・オブ・アインランドにはランドがライルズに対して 会社の管理構造や様々な状況での慣例についていった詳細な質問一覧が含まれている。彼女の架空の鉄道会社に出てくる管理職の様々な人物に対して、サンタフェ鉄道の人物をモデルにしたことが示されており、また、鉄道の経営者がそうした局面において、トルアローもっともらしい行動について、ライルズが語ったことを基本として、 作中の人物の様々な状況下における行動が描かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。